ハーメルンのマルクト教会にある、ステンドグラスから模写された、現存する最古の笛吹き男の水彩画ハーメルンの、笛吹き男は、ドイツの町ハーメルンにおいて1284年6月26日に起きたとされる出来事についての伝承である。グリム兄弟を含む複数のものの手で記録に残され、現代まで伝わった。笛吹き男のパレード1284年、ハーメルンの町には、 ネズミが大繁殖し、人々を悩ませていた。ある日、町に笛を持ち、色とりどりの布で作った衣装を着た男が現れ、報酬をくれるなら町を荒らし回るネズミを退治して、見せると持ちかけた。ハーメルンの人々は男に報酬を約束した。男が笛を吹くと、街中のネズミが男のところに集まってきた。男はそのまま、ベーザー側に歩いて行き、 ネズミを残らず溺死させた。しかしネズミ退治が済むと、ハーメルンの人々は、笛吹き男との約束を保護にして、報酬を払わなかった。約束を破られ、怒った笛吹き男は、お前たちの大切なものを代わりにいただこうと捨てゼリフを、吐き一旦、ハーメルンの町から姿を消したが、6月26日の朝に再び現れた。住民が、教会にいる間に、 笛吹き男が笛を鳴らしながら通りを歩いていくと、家から子供たちが出てきて、男の後をついていった。130人の少年少女たちは、笛吹き男の後に続いて、街の外に出て行き、市街の山腹にあるホラー穴の中に入っていった。そして穴は、内側から岩で塞がれ、笛吹き男も子供たちも、二度と戻ってこなかった。物語によっては、 足が不自由なため他の子供たちよりも遅れた一人の子供、あるいは盲目とローアの二人の子供だけが残されたと伝える。この物語への最初の言及は1300年頃にハーメルンのマルクト教会に設置されていたステンドグラスに見られる。14世紀から17世紀にかけての複数の記録がこのステンドグラスについて述べている。 このステンドグラスは1660年に破壊された。残された文献に基づいて、ハーメルンの共同史家、ハンス・ドバーティンにより現在のステンドグラスが復元された。このステンドグラスは、色鮮やかな衣装をまとった笛吹き男と、白い着物姿の子供たちを特徴としている。このステンドグラスには以下に記す説明文が添えられていた。 アンナンバーワン284に AM ダゲヨーハナスイ、パウリオーデア26、ジュニードオークアイネンピペルミットアラーレファーブベクロデット、ゲベゾン CXXX キンダーバーラデット、ビンネンハミルンゲボ、リ、N2 カルバリーバイデンケッペンフェアローレン、http コロンスラッシュスラッシュ www.triune.de スラッシュレジェンドこの文章は、オームネイカの日本語に訳される。 1284年、西洋羽ネとパウロの記念日6月の26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に130人のハーメルン生まれの子供らが誘い出され、コッペンの近くの処刑の場所でいなくなったコッペンとは、ハーメルンの街を囲むいくつかの丘の一つであると、されるが、どれを刺すのかは不明。このステンドグラスは、 ハーメルン氏の悲劇的な史実を記念して制作されたと一般には考えられている。また、ハーメルン氏の記録はこの事件から始まっている。ハーメルンの最古の記録は1284年の出来事を起点にした年代記として述べられている。何世紀にもわたる調査にもかかわらず、笛吹き男の物語に隠された歴史的な出来事に、 ついての明確な説明は与えられていない。いかなる調査結果においても、1559年頃に、初めて物語に、ネズミの集団発生が追加されており、それ以前の記録では、ネズミは登場しない。この伝承の背後に潜む意味を説明するために、多数の説が提出されてきた。ウィリアム・マンチェスターの、炎のみに照らされた世界は、笛吹き男は、 精神以上の小児性愛者だったと述べている。マンチェスターはこの事件が起こったのは1484年の6月20日であり、この犯罪者は、ハーメルンのザクセン人の村から130人の児童を誘拐し、口に出して、言うのもはばかられる目的に用いたのだと断言している。さらにマンチェスターは、ある、子供たちは二度と姿を見せず、ある、 子供たちは五体バラバラにされて森の茂みの中や木の枝から吊り下がっているところを発見されたと付け加える。しかしマンチェスターが誠しやかに述べ立てる事件を裏付けるような資料は一切発見されておらず彼は事実と断言するこの説に対して出典を提示していない。マンチェスターの説は少なくともその120年以前から現れている。 物語のバージョンを無視している。ハーメルンの神門にあるラテン語の碑文には、この笛吹き男の正体はマグスであったと刻まれている。いくつかの説では、子供たちは何らかの自然的要因により死亡したのであり、笛吹き男は死神の象徴であったとされている。死神はしばしば、笛吹き男のようなまだら模様の衣装を身にまとった姿で描かれる。 この説に関連付けられる類似のテーマとして、子供たちの更新は中世ヨーロッパの基本的な美術様式である死の舞踏の表現であるとの説がある。自然要因説に含まれるいくつかの説として、子供たちはベーザー川で溺死したとする説、土砂崩れにより死亡したとする説、流行病により病死したとする説がある。別の説として、 子供たちは何らかの巡礼行為か、軍事行動、あるいは新規の少年十字軍運動の一環として、町から去り、二度と両親の元へ戻らなかったとする説がある。18世紀後半から20世紀前半まで、広く信じられていたのは、1734年に、ヨーハン・クリストフ・ハーレンベルクが唱えた、1260年の、 ゼデミューンでの戦いで壊滅したハーメルン市民軍の記憶が変形し、笛吹き男に引き連れられた130人の子供たちとなったとの説である。1940年にハインリッヒ・シュパヌートが執筆したハーメルン市史詩、ゲシヒテ・デアスタット・ハーメルンでは、ハーレンベルクや1741年のレーガーの解釈に基づき、この説が採用されている。 これらの説では、名前のない笛吹き男は運動のリーダーか、新兵長母官であったとみなされている。最も広く支持されている説は、子供たちは、東ヨーロッパのドイツ人植民地で彼ら自身の村を創建するために、自らの意志で両親とハーメルン氏を見捨て去ったとする説である。この時代に創建された、いくつかのヨーロッパの村と都市は、 ハーメルンの子供たちによる開拓者としての努力の結果であると考えられる。この主張はカーハミルンのようなハーメルンと東方植民地周辺の地域それぞれに存在する対応する地名によって裏付けられている。この説でも笛吹き男は運動のリーダーであったとみなされている。この説のバージョンの一つは1955年にサタデーイブニングポスト誌で発表された。 植民説の裏付けとなるのは、ハーメルンの旧家の壁から発見された文章である。その述べるところによれば、1284年6月26日に、笛吹き男が130人の子供を、町の外へ連れ去り、おそらくはその笛吹男は、モラビアへの植民運動を組織していたオロモーツの、死境ブルーノフォン・シャウンブルクの代理人であったという。シャウンブルク死境自身もまた、 ボヘミア王をたかる二世の代理人として行動していた。さらなる考察を加えれば、植民説は13世紀のドイツ地域はあまりにも多くの人口を抱え込んでいたため、長男のみが土地と権力のすべてを相続し、他の者は濃度となるしかなかったとの考え方に基づいている。後に、国史病がこの不均衡を破壊した。また、 子供の移民が記録されていない理由の一つとしては、子供たちは、東ヨーロッパのバルト地方からやってきた、植民受けおい人に売られたためであるとの説が、提言されている。エッセイ、笛吹き男、サイロンパイド・パイパー・リビジティッドにおいて、著者、シェーラ・ハーティーは、東方植民地に見られる性とハーメルンで見られる性は、類似しており、ハーメルンの町で養育できなかった。 死生児や孤児、その他の児童が売られたというのは納得のいく説明であると述べている。さらにハーティーは、これが、ハーメルン調子における、この事件の記録の欠落への説明になるかもしれないと、述べる。ボルフガングミーダーは辞書、笛吹き男ハンドブックザパイドパイパー、A ハンドブックにおいて、ハーメルンを含む地方の人々が、 トランシルバニアの一部への移民を支援したことを示す歴史的文書が存在すると述べている。トランシルバニアはモンゴルによる中央ヨーロッパ侵略を受けており、その時期は笛吹男伝説が歴史に現れる時期と前後している。ハーメルン氏の公式ウェブサイトに掲載されている笛吹男伝説のバージョンでは移民説の別の側面が提示されている。 様々な解釈の中で、低地ドイツ地方から出発した東ヨーロッパへの移民説が最も説得力のある解釈である。ハーメルンの子供たちとは、モラビア、東プロイセン、ポメルン、シュートン地方への移住を募集する地主たちにより、移民の意思を抱いていた、当時のハーメルン市民のことだったのであろう。過去の時代には、現代でもしばしば行われているように、 町の住民すべてが、〇〇の子供たちあるいは、子と呼ばれていたのだと推測される。やがて、子供たちの集団失踪の伝説は、ネズミ駆除の伝説に統合された。この伝説はまず例外なく、中世の製粉所のある町の最大の脅威であった、ネズミの集団発生と、時には、成功を収め時には失敗する、職業的ネズミ駆除人について述べている。 ザ・レジェンド・オブ・ザ・パイド・パイパー・ラティン・ファン・ガースタッド、ハーメルン・セプテンバー3-2008参照この解釈では、子供たちとは単に移民の道を選んだ、ハーメルンの住民のことであり、特に若年層のことを指していたわけではないのだろうと、述べられている。言語学者、ユルゲン・ウドルフの研究を出展として、歴史学者のウルズラ・ザウターは、移民説の根拠となる以下の仮説を述べている。 1227年にボルンホーフェとの戦いにおいて、デンマーク軍を打ち破った後と、ウドルフは説明する。スラブ民族が住んでいた南バルト海沿岸が、ドイツの植民地として利用可能になった。ポメルン、ブランデンブルク、ウッカーマルク、プリクニッツの司教や公爵たちは、口先の巧みな、ロカトール、すなわち中世紀における植民受け負い人を送り出し、 新天地への移住を望んでいた人々に高収入を約束した。数千人に及ぶ若者が、定地作戦とベスト・ファーレンを後にして、東に向かった。その証拠となるのは、東方植民地に見られる一ダースモのベスト・ファーレン由来の地名である。事実、ベスト・ファーレンからポメルンに至る街道には、ヒンデンブルクと呼ばれる村がご活存。 同じく東、シュピーゲルベルクと呼ばれる村が3カ所あり、ハーメルン南のベフェルンゲンに由来するベルリン北西のベフェリンゲン、現代のポーランドにあるベベリンゲン等の地名が存在するウルスラ・ソーター、フェアリー・テール・エンディング、タイム・インターナショナル、エープリル27、1998、P58、ウドルフは、ハーメルンの若者たちが、 現在のポーランドまで移住したとの仮説を提示している。経図学者のディック・イーストマンは、ウドルフのハーメルン出身の性が、ポーランドの電話帳にも見られるとの研究を引用する。言語学教授のユルゲン・ウドルフの述べるところでは、1284年の6月に、ドイツの村ハーメルンから130人の子供たちが、消失した。ウドルフ教授は、 当時のハーメルンの村で知られていたすべての性を記録し、それと一致する外部の性を探し始めた。どちらもベルリン北部土壌にあるプリクニッツとウッカーマルクに驚くほど頻繁にハーメルンと同じ性が現れるのを教授は見出した。彼はまた現代のポーランドの一部であるかつてのポメルン、地方にも同じ性があるのを発見した。ハーメルンから消えた子供たちとは実際のところは 東ヨーロッパへの移民を募集する、ドイツ植民運動に利用された職のない若者たちで、あったのだと、ウドルフは推測する。伝説の笛吹き男などは実在しなかったのかも、しれないが、教授はこうも述べる。東方への植民者を募るために、ドイツ北部を歩き回っていた、ロカトールなる、者たちがいた。ロカトールはいずれも弁絶匠であり、ある者は、 鮮やかな衣装で着飾っていた。ハーメルンからの脱出は、デンマークが、東ヨーロッパの支配権を失った1227年の、ボルンホーフェとの戦いに関連しているのかもしれないと、ウドルフ教授は示唆している。これによりドイツ植民への道が開かれ、13世紀後半には、身体創建な若者らを、ブランデンブルクやポメルンに連れてこようとする組織的な、 試みが行われた。教授の生命や、聴名の調査に従えば、この移民運動は、現代のポーランド北西部にある、スタロガルト近辺まで到達した。一例を挙げれば、ハーメルン付近の村、ベフェルンゲンには、ベルリン北部やプリツバルク付近のベフェリンゲンや、スタロガルト付近のベベリンゲン等の対応する地名が、存在する。ポーランドの電話帳には、 当地で予想されるような典型的なスラブ名ではなく、13世紀のハーメルンの村で、一般的であったようなドイツ由来らしき性が多数、列記されている。事実、今日のポーランドの電話帳には、ヘメル、ハンモラー、ハミルナカオといった、ハーメルンに由来を持つと思われる性が掲載されているのである、イーストマン、S オンラインジーニアロジーニュースレター。 A.O.E.C.D. Summary of Events and Topics of Interest 2 Online Genialogists Volume 3 No.6 February 7 1998 Ancestry Publishing パイドパイパーオブハミルンセプテンバー5 2008参照1384年頃にハーメルンのデカンリューでなる人物が彼が所持する合唱書パッショナーレに笛吹き男事件の目撃証言である ラテン語詞が含まれていると書き記している。リューデの記すところでは、このラテン語詞は、リューデの祖母により執筆された。この合唱書は17世紀後半以降は失われた、ままであると考えられている。あるいはデカンリューデという奇妙な名前は、彼が、ルードビヒという名の司祭長の地位についていた僧侶である、ことを示すものである可能性もあるが、これは確認されていない。 1430年から1450年頃に残されたリューネブルクの写本は笛吹男事件の早期におけるドイツ語の記録を伝えている。リューネブルク写本は現存する最古の記録であると考えられる。ハーメルンの街を東西に貫くオスター通りの東門近くには笛吹男の家に隣接する形で消失した子供たちへの追悼の念を込めて 歌ったり音楽を奏でることが禁止されている部落、金星通りが設けられている。音楽の演奏を伴うパレードは、結婚式の行列も含め、この通りに差し掛かったところで演奏を中断し、通りの反対側に達したところで演奏を再開する。この通りの名は、1427年にはすでに、現れている。1556年に、新学者、 ヨプス・フィンツェリウスによる、デ・ミラキュリス・スイ・テンパリスが、この伝説に言及している。著者、ヨプスは、笛吹き男を悪魔とみなしている。1559年から1565年頃に、フローベン・クリストフ・フォン・チンメルン伯爵は、次女、チンメルン年代記、ジマリッシェ・クロニックの中でこの伝説を紹介した。この紹介が、ネズミの集団発生が登場した。 最初の記録だと考えられている。しかし、ツインメルンはこの出来事の日付を何百年も昔と記しているのみであり、事件のあった日付に関する論争に全く回答を与えていない。最初の英語による記述は、オランダ系の古物収集家にして、宗教論争家であったリチャード・ローランド・ベルステガンによる、 普及した知識の復権レスティチューション・オブ・ディケード・インテリジェンスの中に見られる。しかしベルステガーンは物語の出典を示していない。ベルステガーンの記述はネズミの群れについての言及と行方不明になった子供たちがトランシルバニアに現れたという考察を含めている。英語のセイクパイド・パイパーはベルステガーンによる造語であると考えられる。より興味深いことに、 ベルステガンによる事件の日付は上の記述とは全く異なる1376年の7月22日となっている。これは1284年に行われた移民という事件と1376年のネズミの集団発生という事件の二つの出来事が統合されたことを示唆するのかもしれない。笛吹き男の物語は日付を違えた形で、 ロバート・バートンの1621年の著作、憂鬱の解剖ザアナトミーオブメランコリー』でも、超自然現象の一例として紹介された。1484年6月20日に、ザクセンのハーメルンで、まだら服の笛吹き男の姿をした悪魔が130人の子供たちを連れ去り、子供たちは二度と見つからなかった。バートンはこの話の直接の出典は提示していない。 アタナシウス・キルヒーの1650年の著作、普遍音楽、ムチジーア・ユニバーサリスでもこの出来事について詳細に紹介され、情報源として、ヨハン・エウセビウス、コルネリウス・ゲンマの著作が挙げられている。ベルステガンの文章は、ナサニエル・オンリーの、小世界の脅威ワンダーズ・オブ・ザ・リトル・ワールドに、転載され、ウォンリーの著書を直接の出典として19世紀の、ブラウニングの詩が書かれた。 ベルステガンの記述は、ウィリアム・ラメゼーの虫食いの話ワームスにも転載された。ベルステガンの物語で、最も注目に値するのは、マダラ服の笛吹き男の話であり、この男は1376年7月22日に、ザクセンのハーメルンの町から160人の子供を連れ去った。悪魔の怒りに対して、神が不思議にも許可を与えたのだ。 アラン・オスター・リンド、ハーメルンの笛吹き男1803年には、ヨハン・ボルフガング・ホンゲーテが、この伝説に基づいた詩を表した。イッヒ・ビン・デア・ウォール・ベカント・ゼンガー、デア・ビエル・ゴライスとラーテン・フェンガー、デンディーズ・オルト・バラムズ・スタッド・グゼビ・サンダーズ・ノーティグ、ハット・ウント・ウォーレン・エス、ラッテンの補装フィール、ウント・ウォーレン、ビーゼル・ミット・イム・スピール、 フォンアレンサウブ、アールイヒディーゼンオート、シェンムーサンミチノンダー。フォート、ダニストデアガトガラントゼンガーマイトンターアオホアイン、キンダーファンガー、デアゼルブストダイワイルドステンベゼウィント、ベンイーアールダイゴールドネンメルヘンジンクト、ウントウォーレンカナバンの補装トゥルーシグ、ウントウォーレンメイトヒエンの補装シ,シグ、インマイネザイテン、グリーフイヒアイン、 シェンムーサンサガレヒンタードリン、ダインストデアビエルガバントゼンガージェラゲンタリッチアイン、マッドコンファーンガー、インキナムシュタートチャンロントイーアールアン、オイアール、エスニヒトマンチャーアンゲタン、ウントウォーレンメイトヒエンの舗装ブルーデ。ウントウォーレンバイバーの舗装シュプルーデ、ドク、アレンビアトソーリーベバンバイゾベルサイテンウントグサン、ヨハンボルフガングフォンゲーテ、デアラーテンフェンガーまた、ゲーテは、 ファウスト伝説の彼によるバージョンの中にも、この物語への言及を組み込んだ。この刺激の第1部は1808年に出版され、ついで第2部が1832年に出版された。グリム兄弟の二人として知られているヤーコプ・グリムと、ビルヘルム・グリムは、1816年に出版された、民話集、ドイツ伝説集、ドイチェ・サゲンの中に、11の出典から描かれる。 この物語を収録した。グリム兄弟の記述では、他の子供たちの後を追えなかった盲目と足の不自由な子供が二人残された。他の子供たちは、ジーベンビュールゲンの創建者となった。ベルステガン及びウォンリーの記録を資料として、ロバート・ブラウニングは、ハーメルンの笛吹き男の名を大に関した詩を執筆し、1842年に公表した。ブラウニングの詩は、 事件の日付を1376年の7月22日であるとしている。この物語は、ドイツ国外には、グリム童話と共に伝わっていったと思われる。日本でも翻訳され、子供を含む幅広い層に知られている。しかし、笛吹きが子供をさらい、子供たちは二度と戻ってこなかったという結末は、少なくとも児童向けの書籍では改変されることも多い。 主だった改作としては、笛吹きが子供たちを洞窟に閉じ込めたことに対して、市長や親たちが笛吹きに解放を懇願した。別の改編においては笛吹きには子供たちに危害を加えようとする意思は見受けられず、最終的に市長から約束履行を受けた上、住民から感謝されつつ、町を去っている。あるいは、子供を集めようとして未遂。 集めたが何らかの外部要素によって解放される、完全調悪物として改変されているものもある。また改変されなくても、子供たちは、嘘つきや、意地悪な人がいない幸せな国に行ったなど、ハッピーエンドとも解釈できるような結末になっている、場合もある。日本のある医学者は、当時収容されて、消されたハンセン病患者を意味しているのではないかと、主張している。小説。 ライトノベルこのほか、フレドリック・ブラウンの短編、アイネ・クライネ・ナハトム・ジークが翻訳されている。漫画ドラマ・アニメ、特撮ゲーム楽曲ジョルジン、ハーメルンの悪夢舞台。ありがとうございます。